エステバン、バティスタことエステバン、ダミアン・バーティスタ・エルナンデスは、ウルグアイのプロバスケットボール選手。オリンピア・ミラの所属。シュトモンテビデオ出身。2005年から2007年にかけては、NBA のアトランタホークスに所属していた。身長208センチメートル、体重123キログラム。ポジションは、パワーフォワード、センター。ウルグアイ初の NBA 選手。2001年。 ウルグアイリーグのソルトウルグアイと契約。その後2002から03シーズン途中にスペインカブリーグのポスウェーロへ移り、その後もウルグアイ、チリ、スペインカブリーグなどを転々とした。そして2005年9月12日に NBA のアトランタホークスと契約。ドラフト外で NBA 入りを果たした初のウルグアイ人、NBA 選手になった。 2005から06シーズンは57試合で主に、控え選手として出場した。4月には30分近い出場時間を得られたため、自身初のダブルダブルを記録した。シーズンオフには、フィバの南米選手権に、ウルグアイ代表として出場したが、チームは敗退した。その後は、NBA サマーリーグなどで経験を積んだ。2006から07シーズン終了後にフリーエージェントになった。 2007から08シーズン前にボストンセルティックスと契約したが、開幕前に放出され、イスラエルのマッカビテルアビブ BC と契約。その後は、世界中のリーグでプレーしている。まだ経験の浅い若手選手であるが、NBA で通用する身体能力を携えているとされる。特に横幅のある体は、ポストプレーで強さを発揮する。ありがとうございます。